第10章。国家は階層ごとに別々に分けるべきであり、戦士の階層と農民の階層を別にすべきであることは、国政について哲学する人たちによって、現在や最近になって発見されたことではないと思われる。エジプトやクレタでは、今もなおそのような仕方で行われていて、エジプトではセソストリスが、クレタではミノスがそのように立法したと言われている。同様に共同食事の制度も、古代のものと思われ、クレタのものはミノスの治世の間に生じたが、イタリアにあるものはそれよりもっとずっと古いようである。歴史家の言によれば、彼の地に定住した者のうちから、イタロスなる人物がオイノトリアの王となったことにちなんで、彼らはオイノトリア人の代わりにイタリア人と名前を変えて呼ばれるようになり、シキュレテオン湾とラメトス湾の間にあるヨーロッパの岬も、イタリアという名前を得るようになったという。ちなみに、両岸は互いに半日の旅程ほど離れている。彼らが言うところでは、遊牧民であったオイノトリア人を農民にしたのがこのイタロスであり、彼らのために他の法律を制定するとともに、彼が共同食事を最初に導入したとされている。それゆえ彼の子孫の中には共同食事の制度を保ち、彼の法律のいくつかを今日でも用いている者たちがいる。チュレニア近郊にはかつて今もアウソニア人という異名で呼ばれるオビキア人が定住してきた。イアピキア近郊とシリテスと呼ばれたイソニア湾沿岸にはコネス人が定住していた。コネス人もまたオイノトリアの民族であった。共同食事の制度はこれらの地から最初に生まれたのであるが、他方市民集団を階層ごとに分けることはエジプトで生まれた。というのはセソストリスの地勢はミノスの地勢よりもはるか昔に属するからである。したがって他の制度もおそらく長い時の流れの中では、たびたび発見されてきたというよりも、むしろ数限りなく幾度も発見されてきたとみなすべきである。なぜなら必要不可欠な物事は、必要のそのものがそれを教えるように思われるし、それらが一旦備わると、今度はそれらの洗練と贅沢を目指したものが増えていくのが道理であるから。したがって国政に関する事柄もこれと同様に考えるべきである。そして全てが西へのものであることは、エジプトにあるものが証拠になる。なぜなら、エジプト人は最も古い民族だと考えられているが、彼らの法律や国家の制度はいつの時代にも存在していたからである。したがって、すでに十分に述べられたものは利用すべきであり、まだ抜け落ちているものは探求に努めるべきである。さて、国土は仏教を所有する者たちと、国家統治に関与する者たちに属すべきであること、したがって農民は彼らとは別でなければならないこと。その国土がどれほどの広さを待ち、どのようなものであるべきかということについては先に述べた。そこで土地の分配と農民について、つまり彼らはどのようなものであるべきか、いかなる性質を持つべきかについてまずは語らねばならない。ちょうどある人たちが主張したように、財産は共有すべきということに我々は同意しないからであり、しかし友愛をもっと共同して使用することで、市民の誰もが食料に困窮しないようにすべきだと我々は主張するからである。共同食事については、よく構築された国家が備えるのが有益であるのは万人が認めるが、我々もまたそう認める理由については後に述べるとしよう。この共同食事には全ての市民が参加しなければならないが、困窮者が自前で課せられた経費を支払い、その他の家計をやりくりすることは容易ではない。さらにまた、神々の支出は国家全体の共通の経費でもある。そこで国土を二つに分割して一方を公共のものに他方を個人承認しなければならない。それぞれをさらに二分割にして公共部分の一方の土地を神々への公的天然のために他方を共同食事の費用の支払いに充てるべきであり、これに対して個人所有の土地の一方は国境の近くに、他方は都市の近くになるようにし、それによって各人に二つの土地を割り当てて、誰もがその両方の場所の土地を分け持つようにすべきである。そうすることが平等であり、正義にかない、かつ国境を接する隣国との戦争に対して、すべての者の心を一層一つにするからである。なぜならそのような方式が取られていないところでは、一方は国境を接する人々との争いを軽視し、他方はそれを過剰に心配して不明瞭になるからである。それゆえにある人々のところでは、国境近くに住む人々には、国境を接する隣国人との戦いについて審議に参加させない法律すら存在する。というのは、私的な利益のために彼らがよく審議できないと考えるからである。したがって、ここで述べてきた理由から、国土はこのような方式で分割しなければならない。他方、農民の方がもし希望を言うべきならば、奴隷であり、しかも全てのものが同族ではなく、
被害を持たないのが最上である。そうであれば仕事には有益であり、反乱を起こそうともしない点で安全である。次に良いのは、異民族のペリオリコイであり、先に述べたものと本性が近いものである。農民のうち個人所有の土地で働く者は、その財産所有者の個人財産であり、公共の土地で働く者は公共の財産に属する。どのようなやり方で奴隷を使用すべきか、またあらゆる奴隷を、に報酬として自由を提示するのがなぜ より良いかは、後に述べることにしよう。第11章。都市は周囲の事情が許す限り、内陸にも海にも全国土にも同じように近づけるようにすべきことは先に述べられた。都市それ自体については4つのことに留意して、その場所が望み通りになるように祈らねばならない。第一に必要不可欠なこととして健康面に留意すべきである。すなわち東向きに斜面を持ち、日の昇る方向から吹く風を受けるのがより健康的である。次に北風には背を向けていることである。冬場がしのぎやすいからである。残る論点の一つは、政治的行動や軍事的行動を美しく行うことができるように留意すべきことである。軍事的行動のためには、自分たちには出動しやすく、敵には攻撃しづらく、多い仕方がなければならない。さらに、とりわけいくつもの泉を源とする大量の水の供給を内部に備える必要があり、もしそれらがない場合には、戦争によって国土から遮断されても、決して水不足にならないように、雨水を食べる巨大な貯水池を数多く作る方法が見出されている。住民の健康については注意深く考えなければならないが、それは都市を健康な都市に健康な方角に向かってうまく進めること、第二に健康な水を使用することにかかっているので、そのことについても、片手間ではなく注意を払わなければならない。なぜなら我々が身体のために最も多く、最も頻繁に使用するものが、健康に最も大きく寄与するからである。すなわち水と空気の力は自然本性上そのような性質を持つ。それゆえ、賢明な国家なら、泉のすべてが同質ではないか、あるいは健康に良い泉が豊富でない場合には、飲料水とその他の用途の水と分けて区別しなければならない。要塞の場所については、同じものがすべての国勢に適しているわけではない。例えば、アクロポリス、城塞は、多党制や単独者支配に、兵隊の土地は民主制に適しているが、貴族制はどちらもが適さず、むしろ数多くの砦を持つことが適している。個人の住宅の配置は近年のヒッポザモスの様式に従って5番目上に区画系整理されれば、他の行動にはより快適であり、役立つとみなされるが、しかし戦争に対しては古い時代にあった様式の方が安全である。なぜなら古い時代の様式の方が外国軍には侵入しがたく、攻撃する者には進路が探しにくいからである。したがってそれら両方を取り入れるべきである。すなわち、ちょうど田畑で葡萄の木の5の目上と人が呼ぶような仕方で住宅を区画するならば、それは可能である。そして都市全体ではなく、部分や場所に応じて5番目上にする。そうすれば安全面にも美観にも良くなるだろう。私癖に関して、徳を規制求める国家ならば、私癖を持つべきではないと主張する者たちは、随分古めかしい考え方をしている。しかも彼らは、そのように自負していた国家が、事実によってその誤りを証明されたのを見ているというのに、確かにほぼ互角か、数においてそれほど多く勝っていない相手に対して、私癖による防御によって、安全を図ろうとするのは見苦しい。しかし攻撃する敵の数がはるかに優勢で、人間的な徳や、使用する者たちの徳を上回るのは起こり得ることであるから、国家が害を受けず、屈辱を被ることなく、その安全を保つべきであるならば、私癖による防御を最も安全で最も戦術に長けたものと考えなければならない。包囲戦のために精密な飛び道具や機械が発明されている今日においてはなおさらである。都市を私癖で取り囲まないことを要求するのは、山々を取り除いて国土を容易に侵略されることをされると求めることに等しいし、住人が臆病になるからという理由で、個人の家を塀で囲ませないのと同じである。さらに見過ごすべきではない、見逃すべきではないのは、都市を私癖で取り囲んでいる場合には、私癖を持つ都市としても、持たない都市としても、どちらの仕方でも都市を用いることができるのに対して、私癖を持たない都市はそうはできないことである。現状がそうであるとすれば、私癖をただ巡らせるだけでなく、その私癖がいかにふさわしく都市の美観を高めるか、戦争に必要なことを満たしているか、分けても最近発明された兵器に対処できるかにも排除しなければならない。
なぜならちょうど攻撃する側はいかなる方法で相手を打ち負かすかに最新の注意を払うように、防衛する側もすでに発見されている方法だけでなく、別の方法を探求し、知恵を探し求めなければならない。というのは、よく防備を固めている者に対しては、そもそも誰も攻撃を仕掛けないからである。これは12章。大勢の市民に共同食事を割り当てなければならず、私壁は適切な場所で見張り場や塔で区切られていなければならないのであるから、明らかにいくつかの共同食事はそれぞれの見張り場で提供することが要請される。人はそれらのことを、そのような仕方で手配するだろう。しかし神々に捧げられた住まいと公職者の最も重要な共同食事は、法律やさらに人の信託によって別にすることが決められた神殿を例外として、同一の適切な場所を占めるのがふさわしい。そのような場所とは、その場の卓越性が十分に明らかであり、国家の隣接する他の場所よりも一層健康なところである。このような場所のもとにテッサリア地方で名付けているように、人々が自由アゴラと呼ぶアゴラを設置するのが適切である。そこにはあらゆる商品が取り除かれ、公職者によって呼ばれない限り、手職人、物見も他のそれに類する者も誰一人として入るのが許されない。さらにその場に年長者のためにいくつかの体育場を配備すれば、優雅な場所になるだろう。そして年齢別に区別して秩序づけ、若い者たちのところでは公職者が共に時を過ごし、公職者のところでは年長者が時を過ごすのがふさわしい。なぜなら公職者の眼前にいることは、何にも増して真実の慎みと自由市民にふさわしい恐れを生み出すからである。一方、この自由アゴラとは別に海から運ばれる品と、陸から運ばれる品のすべてを集めるのに都合の良い場所に、商品を売る異なるアゴラもなければならない。国家の指導的地位にあるものは、祭司と公職者に分けられるのであるから、祭司たちの共同食事は神聖な建物の周囲に設けるのがふさわしい。他方、様々な公職者のうち、契約や裁判の基礎や、召喚やその他それに類した国事の処理を取り扱うための執務室、また市場監督官やいわゆる地域監督官の執務室はアゴラの近くか公共の集会所の近くに構えるべきである。必需品を扱うアゴラの近辺がそれにふさわしい場所である。というのは上にあるアゴラは許可を過ごすために、このアゴラは必要不可欠な行為のために設置するからである。郊外の国土にも述べられたような設備を割り当てることが必要である。そこでは森林管理官とか農地管理官と呼ばれる要職にある人たちに、その警備の務めのための見張り所や共同食事を備えねばならない。さらに地方のあちらこちらに神々や英雄たちに捧げた神殿を配置しなければならない。しかし今はそのような断りについて厳密に言葉を選んで議論して時間を費やすのは無駄であろう。なぜならそのような事柄を考えるのは難しくないが、実行する方が一層難しいからである。つまり語ることは想像上の仕事だか、実現は運が関わる仕事である。それでそれらについては今これ以上の議論は控えよう。第13章。しかし我々が論じなければならないのは、国政そのものについてであり、国家が私腹になり美しく統一されるには、国家がどのような人々から、どのような性質を持った人々から形成されねばならないからである。さて、あらゆる場合において、良い状態とは2つのことによって生じる。そのうちの一つは、行為の狙いと目的を正しく定めることにある。もう一つは、その目的に到達する行為を見出すことにある。すなわち、それらは互いに食い違うことも一致することもある。なぜなら、目的が正しく設定されていても、その目的を達成する行為において誤る場合もあるし、目的に至る全ての行為には成功したが、立てた目的が悪い場合もあるし、例えば、医術のように、その両方において誤る場合もあるから。というのも、身体の健康にはどのようなものが必要かについて診断を誤る場合も、自分で想定した目標を達成する処方を間違う場合もあるからである。技術と知識においては目的を達する行為の両方に精通しなければならない。誰もがよく生きることを幸福に、よく生きることと幸福を目的にしているのは明らかであるが、しかしある人々はその力を手にするが、ある人々は何らかの運や自然本性のためにそれを手にできない。なぜなら美しく生きるには何らかの備えが要するからである。ただし優れた状態にある人たちはそれをより少なく、劣った状態にある人たちはそれをより多く必要とする。しかしその力を持っているのに、最初からすぐに幸福を正しく求められない人々もいる。けれども、我々が見かせられた問題は、三世最善の国政を考察することであり、その最善の国政とはそれに基づいて国家が最善の仕方で統治される国政であり、
そして国家が幸福をこの上でなく享受できる場合にこそ、国家は最善の仕方で統一されているのだから、統一されているのであるから、幸福とは何であるかを見過ごしてはならないのは明らかである。我々はその議論が何らかの益になるかと、倫理学著作において既に規定していたように、幸福とは徳の完全な活動と仕様であり、しかも何らかの条件付きではなく、無条件にそうであると主張する。何らかの条件付きということで私が言おうとしているのは、必要条件のことであり、無条件とはただ美しくということである。例えば正しい行為を例にとろう。正しい報復と懲罰とは徳から生じる。しかしそれは必要なものであり、必要不可欠という条件のもとで美しいのである。なぜなら人にせよ、国家にせよ、そのようなことを一切必要としない方がより望ましいから。他方、名誉や豊かさのための正しい行為は無条件であり、最も美しい。なぜなら前者の行為は何らかの悪を駆逐することであるが、後者の行為はそれとは反対である。つまりそれらの行為は善を作り生み出すのである。優れた人ならば貧困や病やその他の不運も美しく落ちることができるだろう。しかし幸福はそれらとは対極のもののうちにある。倫理学著作において、優れた人とは自らの徳によって、無条件に良きものが自分にとって良きものになる人であると規定されていた。したがってその人がそれらを使用する場合も無条件に優れたものになり、美しくなければならないのは明らかである。それ以外に人間は外的な善を幸福の原因であるともみなすのである。ちょうど縦ごとの演奏が美しく素晴らしい原因を、その演奏技術ではなく、従来に求めるように。したがって以上述べられたことから、あるものは最初から備わっていなければならないし、あるものは立法者によって用意されなければならない。それゆえ運が支配するものに関しては、希望通りに国家の建設に備わるように我々は祈るのである。なぜならそれらは運が支配すると想定するからである。しかし国家を優れたものにするのは、もはや運の仕事ではなく、知識と選択、プロアイエレシスの仕事である。力に優れた国家とは、その国家統治に参与する市民が優れていることに他ならない。そして我々の国家においては、すべての市民が国家統治に参与する。それゆえいかにすれば人は優れたものになるのかを考察しなければならない。というのは、市民のそれぞれが優れていなくても、全体として優れることは、たとえ可能であるとしても、個々の市民が優れている方がより望ましいからである。個々の市民が優れていれば、結果としては全体は優れたものになる。しかし、人々が良い、優れたものになるのは、三つのものによる。その三つのものとは、自然本性と習慣と人生である。すなわち、第一に他の動物の本性ではなく、生まれつき人間の自然本性を持たねばならない。同様に身体と魂がある性質を持たねばならない。しかし、その質のいくつかは、生まれつきだけでは有益ではないものがある。なぜなら、習慣がそれらを変化させるから。つまり、いくつかの性質は、習慣によって悪いものにも良いものにも変わり、どちらにもなり得る自然本性を持つ。また他の自然、大多数の動物は自然本性によって生きており、わずかな動物だけが習慣によっても生きるが、しかし人間は理性によっても生きている。なぜなら人間だけが理性を持つから。したがってそれら三つのものを互いに調和させねばならない。というのは理性によって別のあり方がより良いと説得するならば、習慣や生まれつきに反する多くのことを人々は行うからである。また、さて、立法者によって人々が容易に導かれるには、どのような自然本性を持つべきかについては先に規定したので、残りは教育の任務である。というのも、人々はあることは習慣によって、あることは調校することによって学ぶからである。